山陽の出し立山口東京理科大学は、山口県山陽の出し大学通り1-1-1に、本部を置く日本の公立大学である。1995年に設置された。大学の略称は、山口理大、山口理科大、三島理大、祖久、山理科。山陽の出し立山口東京理科大学1987年、学校法人東京理科大学により、 山口県小野田市に設置された東京理科大学山口短期大学を前身とする。1995年に4年生となり山口東京理科大学となった。2016年より設置者が学校法人東京理科大学から公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学となり公立大学に移行した。本部は山陽小野田市だが敷地の一部は 宇部市にもまたがる。交通アクセスは、西日本旅客鉄道小野田線鈴目大駅及びバス停、理科大前が最寄りである。設置者の学校法人東京理科大学は本学、及び東京理科大学、諏訪東京理科大学の組織改革を進めており、2014年12月、学校法人東京理科大学と山陽小野田市は、本学の公立大学法人化について合意し、 2016年度から公立大学法人に移行した。2017年度以降には薬学部の新設を目指す。山陽小野田氏は同月22日に市議会に公立化の方針を示し、同意を得た上で26日には学校法人東京理科大学と山陽小野田氏の間で移管についての基本協定書を交わした。公立大学法人の名称は 山陽の出市立山口東京理科大学都市、東京理科大学との連携は維持される。公立化に際し、学校法人側は土地、建物、設備を市に寄付し、市がそれらを公立大学法人に引き継ぐ。学生、教職員はそのまま、山陽の出市立山口東京理科大学の学生、教職員となる。公立化によって、総務省から運営交付金が受けられるほか、 設置主体の地方自治体に地方交付税交付金が配分される。これらによる収入が現在の私学助成金より高額になることから授業料が他の国公立大並みに引き下げられる見通しであるという。山口東京理科大学は地元自治体の誘致と協力によって開学した短期大学を前進とする大学であるが2010年度以降 入学者が1年を除き定員割れしており、2014年度の全在学生も定員の800人を下回る状態となっていた。少子化と学生定員割れが続く中、このままでは今後の状況は厳しいと大学側は判断、後発の公設民営方式、公私協力型の大学が相次いで公立に移行している現状を踏まえ、学費を引き下げることにより、 学生、父母保証人の負担を軽減し、学生数を確保するとともに、県内高校卒業者の県内大学進学率を上げ、公立理工系大学として、地域の高等教育機関の維持と活性化を図ろうとした。2018年4月に、山口県としては、初となる薬学部を設置した。また、西日本の公立大においては、初の薬学部設置となった。 学部大学院附属機関学園祭は竜王祭と呼ばれている大学関係者、ありがとうございます。